社長、話してうんはいええー、まあこのグループをこれからなやっていくにあたってはいまあこのリーダーっていうのはきっちり決めといた方がいいなと思ってなうんまあ僕らやっぱ6人組なんで、うん、まあそうですねそういうとこあった方がいいかもしれないですねまあ呼び出してるからまあなんとなくわかるかもしれんけどもはいリーダーやってくれるかなえ僕っすかえ、一つ聞いていいですか、うん、え、それでどっすか ニュアンスっていうのはえっと、2枚目リーダーって感じですかそれともなんか3枚目やからみたいな感じですかど、ど、ど、それどういうことやいや、だからグループの中で一番2枚目の系のリーダーなのか、いや、それ自分で意識持っときたいんですよ。自分は、あの、なんていうか3枚目系リーダーなのか、はたまた、なんかこう、なんかこう、一番賢そうやから。 系のリーダーなんかどっちなんかが、ね。だから一番前に出て、この人気もあって、はい、引っ張っていくタイプのリーダーなんか、はいえー、そうじゃなくて、ちょっと、言ってくれて安心するような端っこにいる。はい。三枚目とは言わんけどな。でもなんか一言ボソっと言うぐらいの、その音楽番組出てトークの時も、まあ一回喋るけど、それ一回で笑い起きちゃうみたいな三枚目系リーダーなのか。ああ、なるほど。まあ、そんな気にすんねや。いやなんか脳がスタンス。 これからやっていくにあたってどうなっていくかっていうところやねんかなか客観視大事なんで<ー>自分がどういう系のリーダーなのかで一番あ明らかにあこの子一番賢いさんやもんな <laughs> 系リーダーなんか2枚目系リーダーなんか3枚目系リーダーなんかってああなるほどなどれも違う違うんうん、どれ系リーダーですから、うん ああそうかやんかあそっちかむちゃくちゃおっさんやんか一人だけだからそれはまあなお前以外のリーダー考えないみんなみんな10代ですもんねそうそうそう378ですはあがうんそれはなおかしいやんおっさんがリーダーだからな平野おっさんよりもやっぱりリーダーのおっさんのほがなあリーダーやからおっさんなんやとかもしくはおっさんがリーダーそっち系かモーニング娘。で言ったら中澤優子系リーダー まあまあまあそこまあなそこまでじゃなかったけどなそういうことや引っ張っていく系のああそうかそうか年齢がなすごいやんああそうやうん人生経験が城島茂リーダーまあそういうことなんのかなだからまあ1年活動したらもうある程度やって経営側に回ってほしいね人生経験系リーダーですかあんもう人生経験そっちかなそっちかあの子はまだ世間分かってないからはしゃいじゃうやろそこのピシッと。 うん。おっさんの声で、もう、沈む。ああ、そっち系リーダーですそうそうそう。僕、なんとなく、まあ、歳を離れてるの分かってたんですけど、なんとなく同世代の感覚でやっちゃってたあ全然全然全然違うやんか、肌艶が。うん。一年やったら経営側に待ってくれ。頼むで。裏、裏、待ってほしい。あ、そっち系リーダーっすか。あ、もちろん。その表で感じたことを経営、経営には絶対いけるから。そっちが、そっちからがお前のメインや。ああ、そうなんすまだ分かってない。この一年、おっさんの声でピシャッと。うん。締めてほしい。おっさんの声ってやめてくれよ。はい。いや、ほんま、全然。不快じゃない、もん。 世代近いから、うん、俺40いっちゃいけど、ああ、全然だからうまいことやっていけると思うね、ああ、分かるでしょ、うん、あそっち系リーダーか、そうそうそう、他のもで、はい、え、1年ですか？うん、1年、1年1年、ああ、うん、同じ感じは思ってない、はい、全然全然、うん、全然違えんか、ああ、骨格がもう昭和やん、あの頃もう、長男もよしてくださいよ。 何や今の冗談をわしてください今のおっさんやな動き甘いですか分からない気持ちもダンスとか頑張ってるけどな全然まあついていけてないからそれしゃあないまあついていけてなくてもええねんそれ後ろでどっしりおっさんの動きしてくれたうんむつリーダーやねんからほんでサボってるやつに「おい!」って言ったらそれでいけ出るからそのおっさんの声出る出る出るうんどんどんどんふとなってくるおっさんはうん 頼んだよあはいお疲れ様でしたはいはいはい、はい、よしこれからが楽しみや<ッ>えー、今回リーダーに就任お前のすげえせ、ー、え今回このグループのリーダーに就任した久保津君ですよろしくお願いします <laughs> 久保津君を中心にいや今いらんねんそれ この2本を席巻しますよぜひ、読んでください。ネタサロン。ネタサロン。集まれ集まれ。ネタサロン。このレンガが擦れる音に集まれ。いや、ネタサロンに集まるんだろう。レンガが擦れる音に集まっても仕方がないだろう。みんな、一緒にゆっくりしよう。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。 ジャルジャルタワー